どうも、ミネです。今回からこのデッドスペースプレイしていこうと思います。よろしくお願いいたします。いやー、ちょっとだけあれ下げようか。あのグラフィック若干重いな。グラフィックでいいんだよね。グラフィック、ビデオオプション、リフレッシュレートはこれでいいんだけど、若干あの設定を下げたいんだけど、グラフィック品質高いぐらいでいけるかな。これでいってほしい。ゲームの格差、これでステータスアップデート、これ最初だよね。デッドスペース、前回というか、だいぶ前にね、リメイク前のやつはやってたんだけど、途中でね、ちょっとやめちゃったんで、これはちゃんと最後までやろう。あなたと話すことさえできれば、ごめんなさい、何もかも謝るわ。誰かに相談できたらいいのに、こっちはもう崩壊寸前よ。こんなことが起きてるなんて信じられない。めっちゃあれだね、グラフィック良くなってんな。当然なんだけど、不思議ね、ほんの些細なことが。わ、すごっ。何週間も声を聞けてない。もう5分前なのにまだそれを見返してるの。本当に彼女が恋しいよね。石村での仕事は断れるもんじゃない。だが6ヶ月もの間映像通信しかできないのは辛いよ。あなたを責めるつもりないわ。私もセキュリティマニュアルを唱え続けるハモンドより恋人の映像を見るわ。警戒は警備と。これ読めないな、やっぱな。やっぱ綺麗になってんな。昔も結構綺麗だったけど。こんな顔見れたっけ、アイザック。あんま顔見れなかったよね、前回。前回というか。リメイク前は。石村。こんなかっこよかったんだな。明かりがついてるはずなのに。誰かが我々のことを待っているはず。個人ファイルを読み漁っていたのはそういうこと。コンピューターアナリスト、職業上避けられないよね。こんな普通の椅子でいいんだな。救難連絡を受けた USG ケリオン、緊急メンテナンス。Ishimura、巨大な施設が通信途絶したなんて話聞いたことない。変な音だけが聞こえるってね。エンコードが壊れているかもしれない。ダニエルズと俺なら48時間以内に。めちゃくちゃ優秀だよな。ニコルと会えなかった時間を埋めるには十分ね。まあ、そうだといいかな。これ、どれぐらいの時間の、時間っていうか、年代の設定。うお、散々だよ。全員無事か。若干固まるな。これは
メット、そのメットは。スタビライザーに関してはいい判断。What the fuck's going on with flight control? That guidance system's a death trap. Better add it to your repair list. Jen, what's our damage? Calm her down. We lost four boosters. 通信途絶。Got a fire in one of the stabilizers and singularity core's a mess. Could be worse, but not by much. And let's get some help. 助けを求めるとしよう。医療班を送るから。Everyone else, with me. 行こうか。このさ、ゲームのさ、あの HP のシステムめちゃくちゃ優秀というかさ、すごいよな。この後ろのさ、そのなんか変に UI を追加するんじゃなくてさ、背中の、その脊髄んとこにさ、表示するようにするっていうシステムはすごいよな。このちょくちょく止まんのはさ、俺の環境の問題なのかな。俺もくれよ、銃。俺には工具しかないからダメなんだよな。石村。でこの人もうちょっとなんか来た方がいいんじゃないかなって思うよね。いいな、銃。宇宙で仕事するっていう時代になったら、ん？信号を受け取ることができた。俺、こういうの見ちゃうとさ、っていうか、なんか宇宙での事故を扱った作品があまりにも多すぎてさ、俺多分、できないよね。やっぱちょくちょく止まるな。これは、ロックされてます。ん？ああ。アイザック・クラーク、石村へようこそ。あ、ライフ。これめっちゃ優秀だよな。エロ。通信障害。アンロック済み、開けますか？ A。このシステムいいよね。クレジット拾う。火事場泥棒だよな。セーブステーションは使えない。これテキストログ。燃料、鉱石、金属、氷など基本資源が手に入りにくい世界を想像してみてください。あ、スポンサー記事か、これ。石村の記事なんだな。巨大化のために使えましたよ、みたいな。ね。セキュリティ端末はまだ動いている。アイザック、被害報告を出力してくれ。さっさと終わらせよう。はいはい。どうだっけ？これめっちゃ便利なシステムだよな。久しぶりに見たわ。行く方向がね、ちゃんと出るんだよね。よし。固まった。これ、環境なのかな？でも全然、CPU 的には問題ないんだけどな。グラボか？下げてみる？一回。起動します。ちょっと一回下げてみるか。設定。あんまめっちゃ下げたくないんだけどな。ノーマル。下げても止まるんだったらもう上げるぞ。進捗？通信のみならず誘導システムは石村の半分以上システムが赤信号出してる。エンジン、船体、トラム。これ、あれなんだよな。襲われるんだよな、この人ら。よく覚えてるわ。電力が通じるはず。換気はできるようになった。次はエレベーターの電力。有害物質を検知。ウイルス隔離。また故障か？いや、ウイルス隔離システムは全て正常だ。待て、今の聞こえた？おお、エクソリアルになってない？え、あ、普通に嫌だ。そっから逃げろ。よし、やばいやばい。
やばいやばい。いる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 。暗い。止まるな、やっぱ。追ってくる。よし。オッケー。これめっちゃ怖いよな。久しぶりに見たわ、これ。やっぱ低いな。さすがにもう一個あげよう。あまりにもなんか、じゃぎってる。止まるかな？やっぱ普通とさ、こうで全然違うな。体が探さないと誰か。ん？どこだ？避難所に行く。来たよ、工具。待ってくれ。クレジットと。だいたいこれしか使わんよな。これとあのゆっくりにするやつ。カットオフ。カットオフ。なんて書いてある？カットオフ。これで変えれると。X でリロード。ザ。これ、踏むってどうやってやんだっけ？ R トリガーで、あ、狙いをつけずにか。ここ、誰かいるのか。奴らが天井に吸い込みいるんだ。ドア発見できない。頼むから助けてくれ。これ、開けれんだっけな。完全に聞こえるんだよな。ドアが開かないんだ。こうか。アンロック済み。はい。よし。できる限り獅子を切断するのがこのゲーム。あれなんだよな、頭吹き飛ばしても動くのが本当に嫌なんだよな、このゲーム。これな、結構びっくりさせてくるから嫌なんだよな、俺。びっくりに弱くてさ。ほら、もう、怖い怖い。結構俺音量上げてヘッドホンでやってるからさ。びっくりするんだよね。暗い。警備要請を受領。知らなかった。目と目の間をぶち抜いてやった。腕と足を打ち落としてようやく止まった。なるほどね。だからちゃんと、使用すると体力をすぐに回復できます。インベントリーが？これか。はいはい。これ、あれだな。ん？避難所に行く。おう。アイザク逃げ切れたのね。あ、そこか。彼はもう戻らない。私には何もできなかった。あれは一体何なんだ？わからん。俺が見た限り、数人は石村の制服を着ていた。あれがクルーなの？どうやったらクルーがあんな姿になるの？彼らを見てよ。ブリッジに急ぐ必要がある。館内には数千人もの人が乗っている。トラムシステムが壊れている。ウリース隔離のせいで全てがロックダウン。壊れたトラムがトンネルを塞いでいるの。システムを渋滞。データボードが燃え尽きているからロックダウンを解除することもトラムを呼ぶこともメンテナンス閣からスペアを持ってくることができない。全てアイザック側にあるわ。俺に任せてくれ。任せてくれはすごいよな。それとアイザック、ニコール大丈夫なはずだ。彼女は医者だろう。聡明な判断を下さずさ。ああ、彼女はいつも聡明だった。
安全な場所を見つけてくれ。すぐに戻る。すごいな、エンジニアの仕事じゃないんだけどな。ただもう直すにはここをね、やんないといけないってことね。破損したトラムを交換するモーターボードを見つける。はい、ということで、じゃあここでセーブポイントもあるんでね、ここで一旦区切っておきましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。